湯梨浜町役場を訪ねると、あ、おはようございます。職員が着ていたのはアロハシャツです。湯梨浜町はアメリカ・ハワイ郡と姉妹都市提携を結んでいて、クールビズも兼ねて毎年この時期から職員がアロハシャツを着用して業務に当たっています。町民の方にも爽やかな印象を与えることができていると思います。8着ぐらい来ました。週間に1着、まあ、自分でも飽きないように、はい、それぐらい持ってます。今年入庁した職員も初めてのアロハシャツで出勤しました。アロハシャツを着ること自体が初めてだったので、ものすごく不思議な感じがあります。この来庁された方が、爽やかな気持ちになれるように、こちらは爽やかに対応していきたいと思います。アロハシャツによるクールビズは役場以外にも町内の金融機関や商店などでも行っていて、来月末まで町を挙げて明るく涼やかに過ごします。